短い道具を使ってやる回転術と十手術です。まず回転術です。まあ、江戸時代だと、あの女性がここに懐に入れておいて、いざという時に身を守るための回転というのがありますが、まあ、要は小さだからなんですよね。メテザシとか、サスナのような、高速に近いような道具を使って相手の太刀と対応するときに、手のひらで、ここの部分、一番摩擦が発生する、小指球と、親指の腹と小指の腹の、ここの一番根元のところにこうやって、回転の峰を当てておきます。相手の刀が打ってきたときに、こんな小さい刀でひょいと止められるわけがないんですね。物理的に言うと。そのときに、スッとつけることができるから、ここが肝です。手のひらの内側にこういう形で入れとくんですね。で、当たってるのはここ。で、その端っこを、まあ、人差し指の上で押さえておいて、ちょっとつまむようにすると、相手がかけられる。これができないと、パンと打って、サッとっていう、型通りになると、こうなんですが、ありえませんね。弾かれてしまいます。パンと飛ばされて、逆に、ここで、スッと押し返すことができるから、こういうことができるんですね。さすがやめ手差しを、普通はこうやって刺しに行くんですが、こう持つ場合もあります。その時に、相手の刀をひょいと押さえられますよね、っていうのが、拳足の、ですから回転というよりは、拳足、特にちょっと長めの刺すが、メテザシと呼ばれる、小刀ほどは長くないんですけれども、拳足みたいなちっちゃい小刀でもない。とどめを刺すときに使う、ちょっと小さめの小刀、まあこのぐらいの長さですね、2、30センチのものです。それで、こう抜いたらこう刺すことができるようになるんですけど、こうやったらどうしますってやる。その時に、押さえるよね。ということができますよね。というのが、回転術。ということになります。はい、お願いします。回転術、あるいはさすが逆持ちの場合、大事なのは、こっちではないですね。ここなんです。ここの付け根に、この小さい刀の束が当たっている。それをどっか飛んでいかないように人差し指などでふわっと握っている。で、この持ち方を包丁にするとこういう形で。包丁の柄がここにはまってますよねって。親指と中指でしのぎを入れる。そして人差し指を包丁の峰のところに置いてます。同じ状態です。こうなってるか、こうなってるかの違いな